本日はプラダのトートバッグをご紹介したいと思います。ラージトートと言っていいかと思いますが、販売自体はメンズプラダウォームの方からされていますが、シンプルでね、飽きの来ない長い間使えるデザインになっていますので、時代や流行とかね、年齢、性別問わずに使っていただけると思います。結構たっぷり容量です。女性の方だったらもう1泊旅行はこれで大丈夫かなっていうぐらいの大きさですし、男性ですと、これパソコンの大きいのとかもね、しっかり入っちゃうぐらいで、ファイルなんかもたっぷり入れていただいても大丈夫なような大きさになってます。で、ここの部分がハンドル結構長いんですね。で、この太めで作られてるので、こうやって持った時もしっかりとこう持てて痛くない感じです。で、冬になるとこれからね、こうコートとか着ると、ここがちょっともこもこしちゃうんですよね。これが短いと、こう手を入れるときに大変なので、その点このバッグは非常に大きくて、こうやって持ちながらこうやって開けても中がしっかり見えるぐらい長さ保たれています。で、また太めなので楽っていうことでね、とても使い勝手いいかなと思います。中はシンプルに、こちらジップポケットの大きいのが1つ、反対側にはオープンポケットで、これは2つにね、こうやって分かれて、スマホとかペンとかをこうさせるようになっています。あと中も本当にシンプルで何もないです。ストンとした作りになっております。非常に大きくてね、物が入れやすいトートバッグです。で、こちらはお色がブラックですが、もう一つね、茶系のものが、ブラウン系のものがあります。本当にこれ流行にね、とらわれずにずっと使っていただけるっていうことで、最初買うときちょっと高いかなと思っても、一生使えると思うとそこまでね、高くないと私は思うので、基本的に個人的にはこういうシンプルなデザインがね、あんまり、流行に左右されないものが好きですので、これもその中の一つのリストに入れれるなっていう感じです。縫い目もね、シンプルに、ほんとちょっとしか、最低限の縫い目しかないですし、美しいレザーをね、ふんだんにこう使って、柔らかいです。すごい柔らかい、こういう感じで。で、少ないものの時はこうやって折って折り曲げてね、こういう感じで持っていただいてもいいと思うんですね。ですので、女性の方でも持っていただけると思いますし、すごくいいレザーですね。こういう感じで、もう本当触り心地も使い勝手もいいんだろうなっていうふうに思います。本日はプラダのグレインドカーフトートルバッグをご紹介いたしました。